どうもこんにちは、旬代理メンバーの稲山です。今日は業界のネガティブイメージをぶっちゃけるという企画で、就活生の皆さんが一般的に思ってるネガティブなイメージが本当なのかどうかっていうのを検証していきたいと思います。今回その第1弾ということで人材業界について聞いていきます。就活生の皆さんのイメージとして、 IT 業界やコンサル業界と比べてスキルが身につかないんじゃないかとか、毎日面談ばっかりやってて本当はブラックなんじゃないのっていうネガティブな意見があると思います。今日はそのネガティブなイメージを実際の社員さんにぶつけて、それが本当なのかどうかっていうのを聞いていきたいと思います。今日は人材業界の中でもパーソルキャリアさんにご協力いただいて、今からインタビューしていこうと思います。ということで、今から実際に執行役員の森さんにお話を伺っていこうと思います。森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソルキャリアの森と申します。経営戦略本部というところで、会社の経営陣の皆さんと一緒に社員全体を引っ張って、会社をどう進めていくかとか、どういう世の中にしていこうかっていう風な議論を先導させてもらってます。今回は2号卒の就活生の愛香さんも一緒にインタビューしていきます。ちょっと失礼な質問も混ざってるかと思うんですけど、いろいろ質問させていただきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一つ目の質問、愛香さんからお願いします。 IT 業界とか成長業界に比べると、どうしても社会人の人口が減ってるっていうのがあると思うんですけど、人材業界もそうしていくと縮小していくっていうイメージがどうしてもあるんですけど、実際どうなってるんでしょうか。なるほど、ありがとうございます。実際のところむしろ縮小するどころか伸びる傾向にあって、で市場規模でも今10兆円あるし、ここからさらにもっと伸びていくだろうっていうふうにやっぱり言われています。人材業界とか人が変わってるんで、母数が減っていくと減っていっちゃいそうみたいな勝手にイメージしてるんですけど、どういう理由で伸びていくんですか。はい、人材業界の中でもいくつかサービスモデルがあって、人材のね、頭数かけることのその人にいくらお支払いするっていうモデルだと、そこはやっぱさすがにね、母数があれだから縮小してっちゃうんですけど、例えば転職回数みたいなものとかがあった時に、その人がこれまでの日本だと1回しか転職しなかった人が2回3回って転職するだけで、これ市場が3倍になるっていう構造になったりだとか、あとはこれ市場の原理でさ、ブランド物って高いじゃんっていうのと同じ構造で、欲しい人がいっぱいいるのに欲しいものが少ないと市場の動向ってどうなるっていうメカニズムが働くっていうことが予測されてるどころか、そういうマーケットになってきてるから、むしろやっぱすごく伸びる業界、転職回数増やさなきゃいけないとか、リスキリングだとかっていう風な文脈が、まあ、そういったものをどん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 加速させるっていう風に言われていて、むしろこの HR マーケットっていうのは参入がすごくされてくる業界っていう風に今言われてる。さっき言った IT 産業から参入してくる例もやっぱすごい増えてくると思う。ユーザーたくさん持ってらっしゃるじゃない、このユーザーにもっといいサービスを提供したいって思えば思うほど、働くとかさってやっぱすごくこう悩みが多かったりするじゃない。だからそのユーザーの悩みを解決したいから HR 業界のサービスに参入したり、我々のような会社と提携してもっといいサービス提供したいんで一緒にやりませんかっていう声とかがすごくお声掛けいただくケースが最近増えてるっていうのが実態。人材業界、先ほど10兆円ってお話あったと思うんですけど、それって IT 業界とかと比べるとどのぐらいの大きさの違いか。 IT が確か今でも13とかそんなぐらい、 IT 業界の方がでかいイメージ勝手にあったんですけど、実際はまあ13兆円ぐらいと人材業界が10兆円ぐらいなんで、あんまり大きさ変わんない、あんま変わんないかな。あと法人の観点から言うとね、欲しい人はそんな多くないのに欲しがる会社さんが多くなってるっていう、この構造のメカニズムとしては、企業寿命ってどんどん短くなってきていて、 IT 化が進んでいって、自社をデジタル化したい、デジタルトランスフォーメーションするのも結局自社の社員だったりするし、そう考えると今いる社員だけじゃどうしても立ち行かなくなっちゃうから、新しく人を外部から招き入れたいっていう企業様のニーズもやっぱすごく強い。会社も年取ってくからさ、永続的に続くためには若い人を新しく入れたい、で就活生が減ってってるわけでしょ。そうすると会社のポートフォリオ的にやっぱ少しいびつになってきちゃうから、中途採用でそこを補おうかなっていう企業様もすごく増えている。次に労働環境について伺っていきたいんですけど、イメージとして退職率が高いイメージがあって、メーカーとかのホワイトな業界に比べるとブラックなんじゃないかってイメージがあるんですけど、働き方ってどうなってるんですか。なるほど。人材業界は得てしてブラックだった、総じて。今はホワイトな会社さんもすごく増えてきてると思っていて、人材業界イコールブラックっていうのはイメージとして定着してるのはすごく悔しいんだけど、そうじゃない会社さんが本当増えてると思う。今は例えば当社でいうと平均残業時間27だから1日1時間ちょっと、これを3年間で毎年5時間削減するって言ってるから、12とかにしていくっていうのが今経営で議論されていることになっている。残業するとさ、残業代ってお支払いすることが当たり前じゃない。でも一方で残業減らしていくとさ、手取りが減っちゃうみたいな問題もあるから、その分社員のみんなに還元しようってことだったりとか、そもそも残業を減らす目的ってやっぱリスキリングとか、社員にもどん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 成長してもらいたいというふうに思っていて、そういう自己投資、自分
の勉強をしてもらうことを増やす、でそれは周りもあってちゃんと会社にも返ってくるでしょうっていう判断から減らしていってるっていう風な構造になってると思う。人材業界ほど人の大切さ理解してるからどん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 良い会社になってくるんじゃないかなっていう風なことは期待するけどね。ホワイトの定義もねちょっとずつ変わってくると思うんだよね。オープンとかクリアって言葉が少しずつ流行っていくといいなっていう風に思うんだけど、白か黒かってやっぱ分かんないじゃん。こっちのアングルから見たら黒だけどこっちのアングルから見たらホワイトみたいな、はい、その会社の中の実態と見ながら見えてる世界がオープンネスになっていて、分かりやすい世の中にしていくってことがすごい大事だと思うから、完璧な会社なんてなくて常に何かしら課題を抱えていて、その課題に対してどう向き合う、どういうふうに改善しようとしていく会社かっていうのが見極めポイントだと思う。就活生がブラックかどうかどう見極めたらいいとかアドバイスありますか？世の中に溢れてる情報はちゃんと取ることも大事だけど、やっぱちゃんと聞きに行くのがいいと思う。ちゃんと自分で情報を来て自分で判断すること。人材業界っていうと個人がひたすら面談をずっとしていくみたいなイメージが勝手にあるんですけど、他の社員さんとコミュニケーション取ったりとかっていう環境はあるんでしょうか？いろんな仕事をしてくれている職種があるから、個人の方と面談する職種もあれば、法人の企業様と相対してる人もいれば、そういう人たちをサポートしてくれるスタッフもいれば、僕みたいに経営企画とか事業企画とかミドルバック部門で活躍してくれる社員もいるから、一概にずっと面談してるってわけではまずない。その上で個人の面談してる方にフォーカスすると1日 1.5 件ぐらいなんですよ。あ、そうなんですね。基本的にその面談をさせていただくと時間も1時間か多くても1時間半ぐらいだから、働く時間のほとんどが全てその個人の方と向き合う時間ではなくて、この人にやっぱどういう風なサポートをさせていただけたらもっと良くなるんだっけってことをチームのみんなで話してもらったりだとか、意見交換したりだとか、ポッと出てきた求人とかを、あ、これこの方にぜひ紹介したい案件っていうものの情報を取りに行ったりとか、その人と向き合う以外の時間っていうのが大半、いろいろアンケート出してもらってるのね。そういうところで言うと、信頼できる仲間と働けてるマスカーとか、そういう項目とか結構高くて、一人で仕事をするというよりもチームで会社として事業としてブランドとして世の中にどうやって向き合っていくのかっていうのが感じれることが多いんじゃないかなっていうふうには思うけどね。イメージとして退職率が高いイメージあるんですけど、それって実際どんな感じなんですか？退職率はメーカーさんとかと比べると高いと思う。経営で話してるのは、社員がスキルを積んで経験を積んで新しいところにチャレンジする、これ素晴らしいことだというふうに思っていて、ポジティブな転職みたいなものは積極的に増やしていきたいというふうに思ってるし、それぐらい世の中から求められるような社員を育て上げたいっていうふうに思ってるから、 HR の会社ってそういう会社が多いんじゃないかなっていうふうには思うけど、少なくともパーソルキャリアはそういうふうに考えて退職率を捉えてる。一方で戻ってくる社員も最近すごく増えてくれていて、僕らとしてはそういう方々が来てくれると、どんなことを経験してきたのとかっていうのをまずシェアしてもらって、それ素晴らしいねと、じゃあこんなことに次チャレンジしてみようよ一緒にみたいなこととかをやるケースが多いかな。最後スキルについてご質問していくんですけど、コンサル業界だとドキュメンテーションとかバシーとかロジカルシンキングみたいなスキルが身につくなっていうイメージがある一方で、人材業界でこう面談ばっかりなイメージがあって、こう何が身につくのかがあんまり分かんないんですけど、ぶっちゃけ何が身につくんですか？まずコンサル業界でドキュメンテーションスキル、ファシリテーションスキル、ロジカルシンキング身につくのはその通りだと思う。場数が多いし、やっぱうちにもいっぱいそういう社員入ってきてくれていて、スキル高いなっていうふうに思う。コンサル以外とかってどうかっていうと、やっぱり僕実行力だと思う。実行力、実装力。コンサルティングファームだけだと、最後の実行とか成果が出て価値を体感するみたいなところまでは感じにくい構造になっていて、転職理由のほとんどは事業の中で社会に価値、お客様に価値を提供して、それを自分がやったことなんだって心から言える状態になって、やりがいや満足感を得たいっていう転職理由の人がすごく多い。実行、実装、価値提供、価値実感みたいなところとかっていうのはコンサルだと感じにくいんじゃないかなっていうふうには思う。一方でじゃあうちの会社はコンサル的要素全くないかっていうとそうではなくて、例えば人の採用をするにあたっても、ただ求人をいただいてその人に合った人をご支援するケースって結構少ないと思う。どっちかっていうと、なぜこの求人を出したんですかとか、それは何のプロジェクトを成功させたいからですかっていうところから、お客さんからポッと出てきた求人は大体そのまま使わない、このまま取れない、なんで因数分解して、例えば転職の方と副業の方セットでこのプロジェクトを何しと出ましょうだとか、もしエンジニアが取りたいんだったらエンジニア向けの制度をちゃんと作んないと取れないですよって言って、そういったその人材コンサルの領域のことをご提案させていただいたりだとか、ただ単にマッチングしてるんじゃなくて、求人とか人材採用っていうことを切り口に、その企業様の本質的な課題だとか経営のあり方、人事制度とかに切り込んでいくコンサル的機能っていうのがすごく多い。あと個人のコンサルティングしてるんですよ。そういう意味では転職って大体ネガティブな動機から
始まるんです。今の会社が最高だったら動く必要ないのはだってめんどくさいし、なんかしらね嫌なことがあって負のきっかけがあってで来てくれる。だから転職したいんですって来るんだけど、なんでですかってところから入るんです。そもそもどんな生活がしたくて、働くっていうのをどう捉えていて、どう捉えているからお給料これぐらい欲しくて、こういう風な時間のね使い方をしたくてだったとした時に、じゃあこういう求人どうですかとか、東京にある会社じゃなくてもっと家の近くにある会社とかをご紹介させていただいたりとか、個人の人の希望って最初からすごく整理されてるわけじゃなくて、すごく曖昧なものを明確にしていくっていう作業はコンサルティングっちゃコンサルティングなんじゃないの。森さんの個人の話でお伺いしたいんですけど、はいはい、人材業界入社してから具体的にどんな感じでスキルが身についたとか、自分が成長できたっていうところの体験談を踏まえてお話しいただきたいです、うん、僕もともと営業で入ったんですよ。さっき話をしたような、どうしたら人が採用できるかとか、そのお客様のいいとこ探して個人の方が知りたいポイントを伝えていく、マッチングするみたいなこととかも結構やってきたから、そういう意味では営業力だとか企業コンサルティング能力だとか、あとはその企業様が知り得てない自覚してない企業さんの魅力を言語化するスキルだとか、そういうのは営業時代ついたというふうに思います。でそこから移動規模申請したら通してくれて、そこからその事業企画とかビジネスプランニングの領域に行ってるんだけど、そうですね、大体業界問わずビジネスプランニングはできるんじゃないかな。だからコンサルファームとかにお声掛けいただくケースもあるし、そういうところにポンって放り込まれた時に、課題なんですかの手前側で、何をしたい会社なんですかとかっていうところから、その企業の課題をね抽出して、それをじゃあどうやって解決していくかみたいなことを経営者の方と一緒にやっていくスキルっていうのは持ってると思う。自分に自信がないというか、あまり自分がこう人と比べて特化した能力あんまないんじゃないかなっていうふうになんか思ってるんですけど、どういうふうにこれからマインドというか、どういうふうに学生生活過ごしたらこういう業界を目指せるとか、こういう人材に入ってもらいたいとかっていうのはあるんですか。まず2つあって、1つはそのスキルとか特徴に多分気づいてないっていうだけで、いっぱい喋っていけばこういうところに魅力があるねとか、こういうところ素敵だねっていうのは多分たくさん見つかると思う。まず大前提それ。で2つ目は、そんなつければいいんです。今スキルがない、ないに決まってんじゃんと。でも横見たらさ、自分よりこれができる人とかさ、いっぱいいらっしゃるじゃん。でもその人は始めたのがちょっと早いだけであって、もともとはその人じゃ最初からスキルあったのかって多分違うじゃん。だからこれからスキルをつけるっていけばいいんだと思うのね。どんなスキルつければいいですかっていう話じゃん。それはもうね、自分がね心から楽しいとか、こういうことやりたいとか、情熱を燃やせるものを選べばいいだけだと思うよ。それはなんか特定のスキルじゃないかもしれない、特定のことかもしれない。職の課題を解決したいとかさ、その課題を解決させるためにはいろんなスキルを身につけなきゃいけないかもしれないじゃん。じゃあそのためにまずこれから勉強しようとかいう風になるかもしれない。だからあんまスキルに目をやるよりも、自分がその何をやりたいかとか、どういう風に社会との接続を、ね、取っていきたいかってことの方に頭を使って、じゃあこういう勉強しようっていう風に考えていくと、必然的に一生懸命やれるんじゃないかなっていう風に思うけどね。っていうようにね、すごい個人の方ってやっぱ悩まれてるんですよ。絶対その人は素敵なところがあるし、必ず会った求人がある。こういうことに携わりたい人を、働くことを通じて前向きにすることに興味がある人は、パーソルキャリアにぜひ入ってきてほしいと思うし、また同じように法人様もむちゃくちゃ悩んでるんですよ。優秀な社員来てほしいとか、こういうスキルセット持った人来てほしい、悩んで、これをどういう風に一緒に変えていきますかと、チャレンジしていきますかってことにチャレンジした人はぜひ来てほしいし、そもそもこの法人個人とかじゃなくて、この働くっていうのは世の中のナショナルアジェンダになっていて、人間の働くって今後どうなっていくべきなのかってこととかを、いろんな企業様と一緒に作っていかなきゃいけない。でこういうことに携わって、僕たち人間がどう生きるかを、こう仕事を通じて関与して良くしていきたいってことにチャレンジしたい人はぜひ来てもらいたいし、働くっていう領域をもっと良くしたい、そこにやりがいを持ちたいっていう人はぜひチャレンジしてほしいなってすごい思う。ということで、今回は森さんにお話を聞いていきました。ありがとうございました。今日のまとめとしては、まず一つ目、人材業界縮小しているのかっていうところについては、そもそも縮小していなくて、市場規模も IT 業界と比べて遜色ないということでした。働き方については、業界ごとに決まった特徴っていうのは、まあそもそもなくて、パーソルキャリアさんについては、社員の自己投資に時間を増やしていけるように今設計されているということでした。最後、身につくスキルについては、そもそも事業会社としての実行力が身につくっていうところと、個人と法人にコンサルティング的なスタイルで課題解決で入っていくということなので、そもそもの課題解決スキルっていうところが身につくという話でした。今回お話しいただいたパーソルキャリアさんの採用ホームページだったり、 YouTube、Instagram の URL は概要欄に貼ってあるので、ぜひ確認してみてください。ということで、本日はお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。